ゴでーす。今日の動画は私イメチェンをしました。髪の毛をまたしてもカット、そしてカラーしてきちゃいました。そちらを紹介しようと思って今日は動画回しました。イエーイということで、もったいぶらずね、もう早速お見せしたいと思います。3、2、1、じゃーん今回ね、少し暗くしました。暗くして、でね、なんとインナーにグレーを入れたんですよ。わかるかな？グレーは落ちやすいので、ちょっと濃いめに入れてもらって、色落ちしたぐらいがねちょうどよくなるみたい。青みかかったグレーを入れてもらいました。なんか私染めるときいつもねピンク系とかね可愛い系を選んじゃうんですけど、今回は暗くしてグレーを入れてもらっちゃいました。インナーの部分はねブリーチで色を抜いてからこの色を入れてもらいました。わかる？わかるかな？すごくね綺麗な色なんですよ。こういうのもありだなって思いました。今ね外羽にしてもらったんですけど、前髪もね結構短くしてもらってすいてもらいました。なんかちょっと幼くなったかなでも本当にねこれ可愛い色なんですよ。で、青みがかったグレーとかって本当やったことないし、青み系って私今までやってこなかったんですよ。なんでねちょっと挑戦だったんですけど、いいかもしれない。色落ちしていく様子もね皆さんにお届けできるんじゃないかなと思います。あ、ひよりんだんだん色落ちしてきたってみんなに思ってもらえるんじゃないかな。もうね、なんせねこのインナーこうやってやった時がすごい嬉しい色がねちょっと落ちていくの楽しみなんですけど、みんな色落ちしないようにとかムラシャンとかしてんのかな。私そういうの全然してなくて、市販のシャンプー使ってるし疎いんですよ。いいシャンプーとか知ってたらぜひぜひコメント欄で教えてください。あとね、前回ですねこちら N ドットのオイルを買ったよっていう話をしたんですけど、これ実際に使ってみてめちゃくちゃ良かった。 N ドットポリッシュオイル、ヘア&ボディ&ハンド用オイルなんですけれども、ドライヤーかける前に少しなじませてドライヤーをかけたりとか、あと濡れ感を作るのにねこれめちゃくちゃいいんですよ。ちょっとやってみようか。見えるかな？このくらい取って、手になじませて、ここ行きますね。こうやってね、こうクシュクシュするだけで、ほら、めちゃくちゃ濡れ感が出るんですよ。こっちと比べてみてください。で、傷んでしまってる髪の方とかもね、すごくまとまるから、おすすめ。わかる？この濡れ感、ツヤ感。まとまりも出るし、すごくおすすめです。手に残ったね、オイルもね、こうやって、なじませてしまえば OK で、すごく良かった。で、柑橘系の匂いがね、嫌いじゃない方は、ぜひぜひこちら、試してみてください。なんかね、オレンジみたいな、香りがします。ということで、本日は、イメチェンしましたっていう動画でした。またね、髪型を変えたら動画を撮っていきたいと思います。この髪型、この髪色いいなと思ったらぜひぜひやってみてください。あとね、このオイルもすごくいいので、気になった方はぜひ買ってみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか？今日なんと2時間しか寝てなくて、なんか眠れなくてね、2時間しか寝れなかったんですけど、多分その2時間でね、めちゃくちゃ集中して寝たのか、全然眠くないんです。すごく元気なので、これから編集なんかもしちゃおうかなと思ってます。ということで、おやすみなさい。みんなもいい夢見てね。バイバイ。